東洋大学4年フォワードシュエルノです。今日の試合を振り返って、前半からボールを握って攻撃の時間が長い中で2点を取れたことは良かったと思います。それでも相手のカウンターから失点をしてしまい、引き分けで終わってしまいました。次節は今日の試合で出た、カウンターの対応だったりゴール前での守備のところをもっと修正して、絶対に勝ち切れるように頑張ります。